皆さんこんにちは、クラブフィッターの小倉です。今回ご紹介するのはこちらです。ヨネックスさんの E-Zone GTI アイアン、ご紹介していきたいと思います。この E-Zone GT という、ブランドなんですけれども、ヨネックスさんの2022年の、新モデルになります。基本的にはですね、一言で言ってしまえば、飛び系アイアンになります。自分の感想を一言で言えば、一番打感のいい飛び系アイアンです。独特なんですね。めちゃめちゃ柔らかいというわけではないんですけれども、余計な振動はなくてですね、適度な弾き感があって、すごい打ってて気持ちよかったです。構造としてはですね、グラファイトハイブリッド構造というものが、搭載されていまして、バックフェースのこのバッチ部分ですねと、ブレードの上側に、いわゆるカーボンですね、グラファイトの素材が貼り付けてありまして、おそらくそれがですね、こう余計な振動を吸収して、とても気持ちいい打感を作ってくれています。フェースはですね、いわゆるマレージング鋼なんですけれども、ヨネックさんはですね、マイティマレージングというもうちょっと硬度が硬いものを使っています。これでおそらくですね、しっかり飛距離性能も高めつつ、硬度がありますので、フェースをすごく薄くすることができています。それによってボールも上がりやすくてですね、非常に距離が出せる。それでいて、後ろのグラファイトハイブリッド構造によって打感も良くしているという、仕組みです。実際打たせていただきましたけれども、ロフトは7番で25度です。25度っていうと、まあそうですね、飛び系アイアンの中では1、2を争うロフトの立っている設定なんですけれども、球はちゃんとやっぱ7番アイアンの高さは出ます。この辺はしっかりこうポケットキャビティ構造でですね、ボールの上がりやすさも確保してるんですけれども、その中でとにかく気持ちいい打感、これはね、ぜひ打って体感してもらいたいです。こうなかなか最近多いんですけど、言葉で表現できない気持ちいい打感がね、増えてきてるんですよ。いろんなこう構造物を使って嫌な打感をこうどんどん取ってってくれてるので、その味付けによってみんなこうフィーリングが違うというかですね、感じ方はおそらくみんな変わってくると思うんですけど、とにかく気持ちいいです。そういう気持ちいい打感を作りながら、距離と高さをしっかり作っています。とにかく距離が欲しいという方は、まず一つこう候補に入ってくると思うんですけれども、その中で打感も譲れないよっていうんであれば、結構これともう何本かぐらいにもう絞られてきちゃうかなっていう感じですね。この E-Zone GT アイアンなんですけれども、シャフトのラインナップが2種類用意されています。一つはですね、このオリジナルカーボンの RK03GT というものがついています。これですね、いわゆる軽めのカーボンなんですけれども、カーボン技術を非常に蓄積したものを持っているヨネックスさんらしくてですね、非常に振り心地がいいです。軽量のものっていうのは割とこう潰れてベロンって動くものが多いんですけれども、このシャフトはですね、シャキッとしてて、手で小手先で操作しても体全体で振ってもしなり方が一定というかですね、振り心地が変わりづらいんですね。なので非常にミートがしやすいです。ある程度パワーがある方はスチールシャフトを選んでいただいて、しっかり振り抜いていただければ、よりびっくりするぐらいの距離が出せますので、基本アイアンも飛ばして楽しみたいっていう方には、ぜひおすすめしたいモデルです。